遅い。3秒で出てきなさいよ。返事は？素直によろしい。それじゃあご褒美よ。今日は誕生日でしょ。私にかかればそれくらいね。それとこれも。あ、何言ってるの？それ玄関の横に落ちてたから拾ってあげただけよ。洗濯物が風で飛ばされたんじゃないの？置くわ。そんなものを握りしめた人の部屋には入りたくないから。それじゃあね。私の一番好きな物語をあなたに届けます。PS、かなり悲惨なので覚悟して読んでね。プレゼントもらえてよかったね、ニーニよう、大将、ちょっといいか？なあ、お前知ってたか？花町が美術部に入部したって話だよ。美術の先生にスカウトされたって噂で、コンクールに出品はどうとか。なんだ、初耳か？お前なら詳しいこと知ってると思ったんだけどな。そっかそっか。いやー、いいってことよ。後で本人に直接聞いてみるわ。そんじゃな。
いや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 、ちょっとばかし面白いニュースがあってな。まずはこれ見てからだな。ほれ、ここだ、ここ。どうだ？だよな。まさかこれを棚町が書いたなんてな。タナマッティ、そう思うなら名前んとこよく見てみ。いや、クラスメイトの絵が本に載るなんて思いもよらなかったよな。まあ、気になったんなら本人にでも詳しく聞いてみろよ。じゃあな。終わっちゃった。いい感じだったのに。はい、パス。そうね。ごめんなさい。それで？私に用があるんでしょ？探してたって顔してるわよ。そう。寂しいこと？でしょうね。
少しだけ独り言言うね。私にはね、自分がないの。目標を追いかけることが今のすべて。言うなれば、そのためだけに生きてるってこと。今さらそれ以外の生き方なんてできない。最初から自分の世界を持つことを許されてないから。過剰なエリート意識を持つ父、一つのものの見方しかできない母と、何も知らない姉、そんな居場所しか私にはなかった。大嫌いな家族に囲まれて毎日を過ごすの。だからかな、小学生になる頃にはもう今の私になっていたわ。早く社会に出て自分の居場所を獲得したい。社会というものに自分を認めてほしいって面白いでしょ。親に認めてもらえなかった子供が社会に認めてもらえるのよ。だからそれまでは私は誰にも負けられないの。利用できるものはするし、邪魔になりそうなものは事前に手の内に丸め込む。あ、そうそう、ここのポイントは排除しないってことね。敵は作らないのが私流よ。すべては自分のためにね。あやつじ。そっか。あれ。だったら。私は誰？大丈夫。少し不安定になっただけ。あなたのせいでね。ええ、あなたがいると私の本当の目標が何かわからなくなるのよ。追いかけてきてくれたのは嬉しいけど、今日はもう。ごめんね。ちょっとは女の子と仲良くなった？